契約の成立は契約の成立として明確にし、経過した期間、受信料を払っていなかった期間についてはこれは受信料じゃなくて損害賠償とか不当利得とかっていうに変えればいいんでしょ。それをするのが総務省の仕事でしょ。放送受信契約の成立は当然契約の成立日ですよ。ややこしくならないから、そんなこと。で、テレビ受信機を設置した期間についてはこれ明らかに不当利得、あるいはあれでしょ、損害賠償でしょ。契約もせずに勝手に NHK の受信してたんだから。家賃考えたらそうでしょ。契約もせずに勝手に人の家に住んでました、見つかりました、今から契約してくれって、もう分かった分かった、お前そこ住みたいって分かったから、もう今から契約してくれって契約今からしますよね。遡ることできませんよね。じゃあこれまで住んでた部分は家賃相当額の損害賠償金払って、あるいは不当利得払ってで終わるんでしょ。めっちゃ分かりやすいでしょ。そのような改正をするのが総務省の本来の役割でしょ。割増金とかややこしいことするんじゃなくて、テレビを設置したら契約の義務があります、これが7日間遅れたらそれは不当利得、あるいは損害賠償金を NHK に払わなければいけません、その料金は本来の受信料の年々にして 12% という規定をポンと一つ作ったらめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。最高裁もそれを求めてるでしょ。最高裁それ求めてるんですよ。最高裁の大法廷の判決見たらおかしいからちゃんと変えろって言ってるわけですよ。全員一致で受信料債権が戻るって言ってるわけじゃないんですよ。そんなことしたら俺が僕が言ってるようなことがいっぱい起こるから。で、最高裁の大法廷はこの判決をもとに今の放送法や受信契約規則を変えることを望んでるんですよ。誰が契約する義務者かわからないと、そもそも世帯なんていう考えは受信料以外にないわけですよ。受信契約に必ず代表なんです。法人であろうが任意団体であろうが個人であろうが、その強行規定である契約義務を世帯という非常に曖昧なものに置いていることから、そもそもこの問題はスタートしているって言ってるわけですよ。で、契約の締結義務者が自分か奥さんか息子かおじいちゃんかわからないから、誰が契約していいかわからないから、契約がどん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 先送りになる人もいると、なすり付き合いするから。で、じゃあ契約が遅れた時にじゃあ5年の、消滅時効を適用するんですかって言ったら、それはあまりにもNHK 側がかわいそうだと、契約しない方が悪いんだから、だから消滅時間認めないとすると20年でも30年でも遡れるんですよね。そんなことするよりも契約が遅れた人に対する罰則っていうかルールを明確に総務省が作ればいいんじゃないですか。 NHK に言って作るように促したらいいんじゃないですか。割増金なんていうんじゃなくて契約4条消したらいいじゃないですか。これ契約4条の受信機の設置日に遡、あの契約が遡るなんていうのは民法上やっぱりどう考えても矛盾っていうか混乱をきたすめちゃくちゃ原因なんですよ。契約だけ遡るなんて、受信機の設置日に契約は成立するなんていうのはね。だからもうそもそもこれはこんな条文廃止して契約の締結が遅れた場合はその分の料金を NHK に支払わなければならないと。その料金を NHK 側が1ヶ月いくらって出せば、それは30年前だろうが何であろうがすぐ分かるわけでしょ。これ今の受信料って改正多分3年ぐらい前に改正してるじゃないですか。今1275円ですよね。ちょっと前1310円だから、ごめんなさい、衛星の方で争ってるのは今2220円じゃないですか。現状ね、950衛星の継続振込の2220円ですよね。でもちょっと前まで2280円だった時期があるんですよ。5年前から受信料払えって言われてる人が今いっぱいいるんですよ。別にこの越谷だけじゃなくて今10件ぐらい裁判抱えてるんですけど、そうすると5年前の2280円だった時期は2280円払えって NHK 言ってるんですよ。でもこの規約にはどこにもそんなこと書いてないんですよ。この規約どこにも2280円って出てこないんですよ。最新の規約出てこないでしょ。そうですね、この表には書いてい、表にも出てこないし文面にも出てこないですよ。出てこないです。これ遡った場合は当時の受信料、当時の定められた月額受信料を支払わなければならないとか、
そうするとこちらは裁判勝てなければいけないはずなんですけどね。でもまあおそらく負けるでしょうね明日。もうだって NHK の言う通りしかしないんだもん裁判所。もう NHK が2280円って言ったら2280円なのっていう判決を書こうとしてるんですよ多分ね。見てたら分かりますよ裁判。これね契約したら規約が変更になったら新しい規約に書き換えるっていうのがちゃんと14条で書いてるんですよ。規約14条でこの規約は総務大臣認可を受けて変更することがあるで、変更すると今の契約が新しい契約に変更するってこう言ってるわけですよね。これちゃんと作ってますよね。でも契約の時には今の規約で契約をして戻るのか、当時のテレビの設置日の規約ので契約しなきゃいけないっていうのがどこにも書いてないから、ただどこにも書いてないって正確に言うと4条に書いてるんですよ。受信機の設置日に契約が成立する、そうすると当時の規約で契約義務があるのか、今のこの令和3年の規約で契約義務があるのかについては総務省さんとしてはどっちなのかっていうのを最後に回答もらって、割増金って放送法改正されて入ってくるじゃないですか、はい、それが適用されるのはどういう場合なのかな。適用されるの場合というのは要は契約してない人は割増金じゃないんですよね。例えば今現在契約してない方でずっと契約してない方っていうのは割増金はないんですと、はいはい、割増金になるのは誰がなんで、ずっとまあ契約をしていない方が、まあ、何かしらの契機で契約関係に入った時にその人についてこれまでまあテレビを設置した日から契約をした日までの期間の割増金っていうのが発生しますっていうのが今回の改正です。改正です。それはめちゃくちゃ分かるんだけどね。それはもちろん訴求しないんでしょ。この法案については、はい、訴求しないので、訴求しないね。でこの法案成立を受けて、まあ、NHK が受信規約の改定をして、まあ法律が通って NHK の規約を総務省が総務大臣が認めた時以降にテレビを設置して契約しない人ってことでしょ。今までもう今すでにテレビを設置してる人が割増金の対象には今後一切ならないってことですよね。うん、そうなりますよね。そういうことでしょ。で訴求できないのも法律は。そんなのどう考えても、いやもっと分かりやすいと、うちの姉のように昭和61年にテレビつけました、これから先 NHK と10年後に契約しました、じゃあ45年契約遅れてました、でも訴求できないから割増金の対象にはならないってことでしょ。その過去の45年分ってのは過去の30、今そんな35年だよね、はい、こっから10年経った時にこれが訴求できる、ここの10年は割増になる、法律が成立してから10年後に契約したら、はい、ここの10年は少なくとも割増金の対象になるということ、なるという理解でいます。まあ、それはそういうことだ、はい、まあ、それはこうそうやって答えだって出しまったらめっちゃ分かりやすい、はい、早いね、どっちでもええねんから。それは質問してもいいですか、ね、どうぞ、はい、総務省の判断で、と NHK が違う受信料契約や徴収をしていたとして、それが例えば振り返ってその過払い金とかなんかその金額が違ったよみたいなことが今のやり取りの話だと起こってるんじゃないかと思うんですけれども、まあ起こってるかどうかなかなかそれは即答はしかねるとは思うんですけど、起こり得てますよね今の話だと。まあその金額がいくらかっていうのはあるかもしれませんけれども、まあ例えば受信料のまあ、当初も言った受信料の金額をどの時点で換算するかによってそれは金額は変わるじゃないですか。っていうことはその判断が違えば本来の法律で定義されていることとは違う金額を、もしかしたら徴収してしまっていたり、もしくは徴収すべきものを徴収してない可能性がありますよね。可能性としてあるかもしれない。可能性としてありますよね。でそれを持ち帰り検討していただけるっていうお話ですよね。今日一つ今日即答できないっていう話ですね。まあ即答できないというのはだからもうめっちゃ分かりやすい。だからその今言ったように1080円だった時からテレビを持ってる人は今契約したらその当時が1080円でいいのか今の1225円なのか、これの答えだけいただければ、それであとはまた それさえ答えいただければ、もちろんそれ答える時に算数の答えだけじゃなくて式くださいね。
はい、理由をなぜそうなるのか。でももし違っていた場合ものすごい件数じゃないですか、うん、まあそれが違っている場合はそれはそれはちょっとまた別問題なのでだからもう分かってんのよ答えは。もう当時の1080円って答えがその分かってんのよ。分かってんのよ。そうなんねん。だって悪いけど総務省はルールなんか関係ないね。答え先やねん。総務省裁判所と一緒で。だって1080円にしないと混乱するからってなんねん。そうなるから。そうすると1080円にするための根拠をむちゃくちゃ言ってくるのよ、うん、もう今の割増金同じことじゃんね。これ割増金を規約の12条って言ってしまったらそれは公序良俗に反するというか、まあ、利息制限法違反になるから総務省が NHK にそのような法外な年利 200% を認めてしまったことになるから総務省が口が裂けてもそんなことは言えないっていう判断をしてるのということですよ皆さん。これ彼が悪いんですよ。これの上にいる金子さんとかいう総務大臣とか、まあ総務大臣じゃないにしても総務省のいわゆる出てこないね頭のいい人たちがやってるわけですよ。だから答えありきなんです。これはもう必ず1080円で出してくれて僕は分かってます。だからなぜじゃあ昭和61年の1080円や1040円かな、当時1040円から1080円になったんですよ。消費税の 3% で当時です、ね、1040円か1080円になったんですけど、まあその1040円とか1080円だった時代の時にテレビがあった人はいまだに時効が成立しないから払わなきゃいけないことは争いないですよね。でその人は1040円なり1080円なのか今の1225円なのかについて、答えとその根拠を持って帰ってきてください、まあ、また連絡くださいと。終わりましょうかね。はい、すいません、もういいえ、頼まれこちらこそ。あなたが悪いわけではないのよ、く分かっています。で、こういった問題を我々が NHK 党が政権を取ればしっかりと解決していくということで、今の国政政党のやつらに任せちゃダメだということで、最後は NHK 党の宣伝書を終わります。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、ウィンロジョーカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお得にさ、多分ワンダー女性の方もっと愛と吐く自信を、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー